はい、おはようございます。マスターです。はい、みたいな感じですね。今日も行ってみたいと思います。加藤先生とですね、相談にですね、答えていくってですね、企画をやってますけれども、今日はですね、タカさんという方からですね、行ってみたいと思います。36回目、36個目ですね、お願いします。低料金でやっている店舗が周りにある中での集客の仕方なんですけれども、加藤先生、これどうでしょうか。これはもう増田先生の領域。僕ですか。低料金でやっている店舗が周りにある中での集客の仕方っていうのは、お金が低かったらいいと思ってきたの、これ。心の表れなんですけれども、周りと違うことやってますと、安いだけの治療やってません以上、まずそれをですね、高校のメッセージの中にですね、出すことによって、なぜ高額なのかっていう理由を まず言えますから、はい、低料金のお店なんか周りに100個できても200個できても全く痛くも痒くもありません。はい、以上でこんな感じで、37個目ですね。ゆうちゃんさんですね。松田先生、いつも、ためになる動画ありがとうございます。治療の価値を上げる方法について教えてください。周りには60分に3000円でやっているところが多くあります。一人院でそんな料金ですると予約が目いっぱいでも利益が出ません。治療法を変えずに料金を上げる良い方法があれば教えてください。ここは先生どうですか。さっきもそんなようなのあったんですけど、ビフォーアフターをバッチリと、うんうん、意外とね、治療業界ってビフォーアフターやらないところが多いんで、うん、大体のところはどうですかっていうふうに聞かれるだけなんですよ、うんうん、どうですかっていうのも聞かないところもありますから、うんうんうん、はい、終わりました、時間が来たんでさよならっていうところがほとんど、まあ、結構多いですね、うんうんうん、ビフォーアフターをしっかりと、出していくっていうので、初めの治療する前にちゃんと確認、まあいろんな技術あると思うんですけども、稼働チェックとかはあると思うんで、それしっかりやってあげて、で終わった後に短い時間でやったとしても、これだけ変わりましたっていうのをちゃんと伝えていけば、はい、ちゃんと単価上げれますので、自信持ってやってください。ありがとうございます。38個目ですね。信楽高原鉄道さんですね。今までやってきた中で一番大の人を集客できた方法、これ広告ですね、折り込み広告ですね、僕は。いいですか、こんな感じ。カズさんなんですか、今までやってきて一番集客できた方法は。そうですね、折り込みが多いですね。ホームページじゃないですか。ホームページじゃないですね、ホームページもありますけどね、折り込みが強いです、ね、なるほど、わかりました。39番目ですね、表新平先生ですね。院の前に置くブラックボードの最も効果のある使い方を教えてください。治療においてですけれども、 USB を書くことですね。ブラックボードには絶対 USB、 自分の USB っていうのはユニークセールスプロポジションって言って、要は自分の独自の売りをですね、ホワイトブラックボードにドカーンとですね出すこと。自分の背よりも、僕171ありますけども、180ぐらいのですね、ブラックボードとか紙にですねドカーンとですね出すとですね、すごく目立ちますから、これ USB ぜひ出してみてください。40番目ですね、一級新級整骨院さんですね。リピート率を 1.5 倍にするには、ズバリタイトル通りリピート率を 1.5 倍もしくは2倍にするにはです。もう一つは開業2年目に意識する優先順位です。これなんですけども、これどうでしょうか。リピート率 1.5 倍から2倍するのはどうしたいですか。はい、まずさっきもあるようにちゃんと言うことっていうところと、あとその時に多分リピートを取れなかったとしても、ハガキだとかでそういうフォローでもう一回戻ってきてもらうっていうこともできるので、開業2年目っていうことなんで、それなりの多分顧客のリストは揃ってきてるはずなんで、はい、そういうのでどん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 リピート、もちろん再ラインを促すようにしていくっていうところ、はい、ちょっと意識してもらうっていう。 1.5 倍2倍なんかすぐ、多分 1.5 倍、今の現状がどんだけかわかんないですけども、今がね 80% のリピート率とかやったら 160% 無理ですからね。無理ですね、限界超えますからね。はい、まあすぐ簡単です。促してあげてください。促し、今の2倍以上ですね、促してあげることによって2倍以上になってきます。はい、41番目の相談に行ってみたいと思います。平さんですね。お世話になります。予定していた治療計画よりも治りが遅い悪い場合の対処法、説明の仕方なんですけれども、これどうでしょうか。はい、こんなもんですけど、はい、42番目ですね、まこさんからですね、行ってみたいと思います。僻地で集客する方法。僻地、僻地、どういうところでやってるのか分かんないですけども、まあ、すごい難しいところでやってる場合どうすればいいんですかって言ったら、ここに来る
なここは来るのはとても難しいです。しかしですね、来る人にとってはいい治療をします。要はここでないとできない治療がありますというですね、世界で唯一のことをいただきたいと思いますね。僕のお客さんで、谷町地球1丁目っていうところでやってるですね、人がいますけれども、ビルの3階、それも螺旋階段、エレベーターなし、立地悪い、人通りないけれども集客ちゃんとできてる、 3,40 人はできてるみたいな人がいますんで、要は悪いからこそ、来てくれる人にはいい治療をしますとかですね、いうメッセージを加えていけばいいんだと思いますので、ぜひですね、頑張ってみてください。43番目ですね、岡岡さんですね。ほとんど、お世話になります。ほとんどお金をかけず、店頭集客、チラシ反応を上げる方法、行動リストを作成し、必ず実行していく方法なんですけれども、これどうでしょうか。店頭集客なんで、まあ、さっきのブラックボードもあったと思うんですけど、うんうん、ブラックボードはまあお金あまりかからないと思うんで、そういうのを2つぐらい大きいやつ使ってきていただいて、うん、使ってください。タペストリーとかっていう手もあるんですけど、まあ、ブラックボードでも十分いいと思うんで、うんうんうん、ただまあ店頭で集客自体はそこまではまあ大きく集客ができないと思うので、まあ、そういうところからでも必ずやっていただければ、はいはいはい、いいと思います。なるほどですね。チラシの反応を上げる方法。チラシの反応を上げる方法。いろんな要素があるんでね、まずヘッドライン変えることだと思うんですけど。あるんで、もうテストしまくってください。ヘッドラインをまず変えてください。一番大きい要素なんで、はい、オファーとか。これはお金かかりますけど、頑張ってやらんともうダメですね。ダメですね。一発で何か勝負するっていうのは、ドツボにはまるんですね。唯一のですね、あれなんで。はい。次ですね、44番目。ツボ2、ツボツボさんかな、わかんないですけども、いきたいと思います。初めての患者様を一生の患者様にするには。さっきのコメントでもあった通りですね。うん、一生の患者さんになってもらえますかって聞いてください。はい。以上です。一瞬ですよね。はい、これでイエスの人は基本的に一生来ます、はい、僕のところにも、まあ、まだ一生っていう一生で何ですか、死ぬまでってことかもしれないですけども、その人が死ぬまで、まあ、死んだことないんで分かんないんで、はいはい、来続けてくださいってちゃんと伝えることだと僕は思います。はい、一瞬にしてやったら、はい、45番の相談室でケイシンさん、新患者さんを集めてリピートをしてもらう、その時自分で来てほしい患者さんだけを対象にすると多くの方を切ってしまうことになりますが、そこは、割り切るべきなんでしょうか、とこういう質問ですね。うん、はい、どうでしょうか、田中先生。うん、割り切った方がいいと思います。うん、はい、うん、割り切ったってください。割り切った方がいい患者さんがたくさん来ます。で、割り切らへんだったら悪い患者さんが勝手に来てしまいますから、すごい売上が上がるかもしれないですけども、その以上にですね、負担が、精神的な負担が、しんどいですね。はい、なんで、わけのわからん患者さんはですね、金になったとしてもですね、来てください。幸せになります、その方が。はい、以上ですね。次行ってみたいと思います。46番目ですね。ザワワさんですね、いつも拝見しております。スタッフの集め方やスタッフ教育の方法を悩んでいます。特におすすめの求人媒体がありましたらお願いします。これ僕わからないですね。まあ、でも、まあ、これ聞いた話ですけど、まあ、聞いたよくやられる とは思うんですけど、ホームページがあるんであれば、ホームページとかブログがあれば、そこに求人募集してますと。うん、ドカーンと書いてもらえば結構集まるみたいなんで、うんうん、これ一番お金かからなくて集めれると思うんで、うん、広告載せるとお金かかるんで、そういうのもまあいいと思います、うん、あとは僕がお母さんに一番勧めてるのは、近くにですね、まあ、まあまあそのなんていうんですか、あれなんていうんですか、あれなんてスタッフブリッジじゃなくて、それかも出したら求人のなんかの、うん、何わ、わ、何か分からないですけど、おじいさんとかおばあちゃんとかが来るような、ホームセンター、シルバーセンター、なんか何やったかな、もうさ、要は生活保護を受けるところ、何でしたっけ、あれハローワーク、ハローワーク、ハローワーク、いいと思います。はい、すいません、出てきませんでした。教育の方法は、はい、スタッフ以上にやっぱり院長さんは勉強してください。はい、もうそう、院長がだらけとったら絶対スタッフも勉強しないんで、うんうんうん、それ院長が頑張ってる姿見たらスタッフさんも頑張ってちゃんとやっぱり勉強するもんだと思ってます。 OK です。
そんな感じです。はい。47番目ですね。アンジーさん。来てますね。立地の悪い谷急生態院のアンジーです。この6ヶ月の分析で15時から18時の時間帯の集客が弱いことが分かりました。その時間帯に集客できる方法なんですけれども、もうこの15時から18時、要は3時から、夕方の3時から6時の間にですね、クルーズですね、人たちにですね、インタビューすることだと僕は思います。なぜこの時間に来るんです？その人たちのですね、共通点は一体何なのかってことですね、しっかり探り出して、でその共通点を探った上、そのターゲットに向けての広告を作っていって巻く。ダイレクトメールで紹介してもらう。で、紹介カードで紹介してもらうってことですね。一番早いんだと思います。こんな感じでいいですか？はい。48番目ですね。西さんですね。はい。松田先生がおすすめする映画などありましたらお願いしますってことなんですけれども、僕はですね、この逆転劇が好きなんでですね、あのカート・ラッセルっていう人のですね、ミラクルっていうですね、映画、アイスホッケーの話なんですけれども、まあ、まだ今のロシアがですね、ソビエトだった時に、ホッケーとして王国やったんですけれども、要はですね、サッカーで言ったらですね、ブラジル、日本がブラジルに勝つような感じの奇跡をですね、ノンフィクションでやっていて、逆転劇なんですよ。ぜひ見てほしいのと、あとはですね、エリン・ブロコビッチって言ってですね、これも実話なんですけれども、離婚2回しですね、子供3人いるですね、同じ人がですね、どん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 訴訟で勝っていって、アメリカ史上ですね、最大の訴訟、勝訴のお金をですね、勝ち取るですね、物語ですね、環境破壊のやつですけども、その映画ですね、エリン・ブロコビッチとミラクルですね、こう2つ見てもらったらいいと思います。カズ先生、何ですか、あの好きな映画。僕はシュールなのが好きなんで、あまりおすすめできない。シュールな。なるほど、わかりました。聞かなかったとしましょう。はい、最後ですね、49番、ハゲタカさんですね。自分を持つマインドセットの方法、これどうでしょうか、自分を持つマインドセット。はい、とりあえず、自信満々な自分をわざと作ってあげるっていうのがいいと思います。うんうんうん、で自信満々、俺こんな敵にゃみたいな自信満々な自分をわざと演じてください、うんうん、でずっと演じることによってそれがもう自分の頭の中にインプットされてくるんで、はいはいはい、技術とかでもそうなんですけど声帯の、何回か同じことを繰り返し繰り返してやる練習することによって体身についてくるのと同じで自信も俺自信満々やってこう何遍も頭の中で思ってると本当に自信ついてくると思うので、全くその通りですね。練習だと思います。まずは振る舞いですね、を変えることから始めてください。そんな感じで、終わっていきたいと思います。次はですね、ボボボさんからですね、スタッフのマインドセットのことですね、相談からお答えしていきたいと思います。ぜひですね、次回もご覧になってください。それでは今日ですね、この辺で終わっておきます。また次回ですね、お会いしましょう。さようなら。